森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍はアマゾン言語学の参考図書部門第1位獲得、アマゾン女性と仕事Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者、1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家、出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント、30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストでマスコミ取材獲得支援コンサルをされている株式会社オフィス伊藤ブラザース代表取締役の伊藤総一郎さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは、株式会社オフィス伊藤ブラザースの伊藤です。うちの会社はですね、マスコミ取材獲得支援、全国紙の新聞とかですね、全国放送、そして雑誌、日経ビジネスなどのですね、経済誌や雑誌などのマスコミに取材されるノウハウを提供するという仕事をやってます。全国紙とかですね、雑誌などに取材されるノウハウを自分たちでできるようになるということなんですけども、これ何がいいかと言いますとですね、全国紙とか、マスコミに取材されるという実績があると、まず本当に信用されるんですね。その会社って私知らなかったけども、全国紙、新聞などに取材されるなんて、きっとちゃんとした会社、しっかりした事業とか商品であるに違いないというふうに思われて、その結果としてその商品をちょっと買ってみようとか、その説明会をねちょっと見てみようとか、もし広告があったとしたら、その広告も例えばこれ取材されたからちゃんと読んでみようということで、その商品に対するね非常にこの好感度が上がりますし、もしその会社に入社しようという場合も、この会社って取材されてる会社だったらいい会社かもしれないから、ちょっと会社説明会行ってみようとかね、そういうふうなプラスアルファの効果があるので、そういう意味でですね、ぜひ自分でですね、広報 PR というんですけど、そのノウハウをね得ていただければいいんじゃないかと思います。今日はね楽しみにしてきましたので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、本日も質問が届いておりますので、そちらにお答えいただければと思います。発達障害です。新聞の記事で紹介されたら社員が喜ぶ3つの理由とは何でしょうか。60代男性、社長からの質問です。いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、実はですね、喜ばれる理由というのがね本当あるんですけども、まず一つはですね、そのさっき申し上げた信用されるということですね。全国紙とか、ヤフーニュースなどのですね、信用できるメディアに取材されたという実績があると、この会社ってすごいなと、この会社ってちゃんとした会社だから、ちょっと入社はしてみようかなとか、また社員の人もね非常に誇りに思うんですよね。なのでまずその社員の人が非常に誇りに思うということで、私が知ってる会社はですね、その全国紙に取り上げられたことを社員の方がお父さんとかお母さんに言ったところ、非常に喜ばれたと。そんなね、全国紙に取り上げられるような会社に入社できてよかったねということで、お父さんお母さんが喜ばれたということを社員が知って、非常に社員との人たちのですね、モチベーション、会社に対するモチベーションが非常に上がったというのがありました。あともう一つはですね、ちょうど就活生、採用活動をねやろうとしてた時に、その就活生に対して、実はうちの会社はこうやって全国紙とかにね信用できる未練に取り上げられたんですということを言ったところ、募集広告の中にねそういうのを入れたりとか、説明会にねそれを伝えたところ、この会社ってこうやって全国紙に取り上げられるんだったらいい会社かもしれないということで、やっぱりそれで信用されて、採用が非常にやりやすくなった。会社説明会の参加率もね非常に上
がって、で、結果的に社員のカバレージがね、2倍になったということなんですよね。ただそういうこともあります。で、プラスアルファ、その、今のはその募集広告で喜んだり、社員が喜んだということなんですけども、当然ながらその会社が売っている商品とかサービスに対しての信用度も上がりますので、あの、ネットでの問い合わせの率であるとか、その商品を説明するときの商談であるとか、格上の企業にね、説明するときも、実はうちの会社とこうやって、紹介されたんです、というふうに言うと、相手の取引先のですね、顔色が変わって、あ、すごい会社だったんですね、しなかったです、ということで、非常に取引がしやすくなった、ということで、まあ、信用の裏付けがあるからこそ、取引が拡大したりとかですね、ストレスが増えるという、そういう、まあ、営業上のプラスアルファの効果があるということで、社長も喜ぶし、社員も喜ぶということですね。はい。そういう3つの効果がございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今日はですね、発達受傷害です。新聞の記事で紹介されたら、社員が喜ぶ3つの理由とは何でしょうか。60代男性、社長からの質問に、お答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。失礼します。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.